皆さんこんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はですねちょっと一風変わった、マッスルカーというですね、クライスラーのダッチアベンジャーのご紹介をしていきます。はい、それではですね、恒例の、内装外装の、コンディションの、ご紹介、ご説明をしていきたいと思います。まずですね、この車見ていただいてあんまりまだ街中で見かけることが少ない車ではないかなと思うんですけれども、それプラスですね、この車は、エアロであったりとか前のダクトであったりとか、あと、同色のですね、純正のホイールを黒に仕上げてあったりとか、まあ、後ろのですねマフラーであったりとか、まあ、そういう社外品などをですね多く入れておりまして、おそらく日本に1台しかないという仕様ではないかなと思います。オリジナリティあふれるですね、マッスルカー、そして、まあ、アメリカンナイズされている中にもですね、非常に安心感のある機能性、あと中身乗っていただくとですね案外安定しているというですね、魅力のあふれた1台になると思いますので、ぜひですね最後までご覧いただければと思います。この際立った、まあ、この車の外装の特徴として、前のですねリップスポイラーエアローというのがあります。でこのエアローはですね独特の形状をしているんですけれども、それほどベタベタと下げていないということがあるので、まあなかなかですね下をズリズリと擦りながら走るというような感じではないかなと思います。ただですね、ちょっとマイナス点になるんですけども、こちらエアロのですね割れが1箇所ございます。これはですね、ご納車ご購入の際はですねこの辺りをきれいに補修してお渡しするというような形になりますので、これはもう綺麗になると思っていただいてよろしいかなというふうに思っております。次にですね、このダクトなんですけれども、これはですね特にインタークーラーがついているというわけではなくて、まあイミテーション的な感じになるんですけれども、迫力がすごい増してますよね。ただですねこれ乗るときに運転してるとちょっと気になるんですよね。まあターボ車でもあるんですけれども、まあそういったことがあるんですけどね、まあ見た目全体的に見て、まあ、非常にこう、まあ、スタイリッシュに見せる一つの要素になっているのかなというのはこのダクトになります。このホイールなんですけれども、このホイールはですね車外のホイールというわけではなくて、純正のシルバーのホイールをですね、黒に塗装したという形で のカスタマイズになっています。結構ですね見た感じちょっとちょい悪な感じになる要素の、まあ、一翼を担っているというのがこのブラック塗装になるんじゃないかなという印象ですね。あと、サイドステップなんですけれども、まあ、横のスポイラーもですね、非常に全体的な印象の、まあ、フォルムを崩さないような、スタイリングになってます。まあ、あんまり派手派手でもなくて、適度にですね全体のこう腰高感っていうのを低く低く見せるというですね、のがこのサイドスポイラーによって実現できているかなという感じですね。この車の大きな目玉としてですねこのステンレスの、ワンオフのマフラーがあります。このマフラーはですねステンレスの加工の、職人さんに作っていただいたもので、音もですね、非常に適度な音重低音というのを作っております。乗った感じですね爆音というわけでもなくてマイルドなこの車のですね全体のイメージに合った音にしているということで調整しているということで、前のオーナーさんのこだわりがですねかなり、伝わるものになるかと思います。おそらくですね、この車を選ばれるにあたってこのマフラーっていうのはかなり、まあ、大きな選んでいく上でのですねポイントになるんじゃないかなというふうに思っております。はい、こちらが全体のリアビューになるんですけど、リアビュー見た時にですねやはりこの、スポイラーとですね、下の、後ろのですねバンパーの下のスカートっていうのが全体的なボリュームを増しているということと、やはり
腰高感を低く見せるというですね、全体の美しいフォルムっていうのを表現するというような外装になってるかなという感じですね。はい、内装なんですけれども、まずですね、ドアを開けた感じで中を見るとですね、かなりやはり広さを感じる車内空間というのがあります。で、本革シートを採用してまして、でシート自体はですね、もうアメ車特有のなんか革の質感っていうのがですね、そのまま踏襲されたような、革シートになっています。実際にですね、中身乗っていきますと、内装でですね、パッと気になる部分っていうのは、まあ、革シートのちょっとスクラッチ傷みたいなものが多少あります、まあ、これもですね、そこまで大きく気になるほどのものでもありませんし、結構色がですね、まあ、薄い、本革シートの色が薄い場合っていうのはどうしても汚れっていうのが目立ってくるんですけれども、こちらはですね、そこまで、大きな汚れとかシワとかいうのが、ないというのが今の現状ですね。で、乗っていきたいと思うんですけれども、こちらがですね、車外の HD ナビ。当時ですね、これ三菱のやつをつけてるんですけれども、まあ、三菱の車外品のナビで、まあ、地デジのテレビが、搭載されています、まあ、フルセグですね、はい。まあ、助手席もですね、まあ、同じように運転席と同じように使用感がそこまで大きくないのかなという感じですね。まあ、現在の走行距離が 38,800 キロということで、4万キロ弱ということで、実際にこの車はですね、新古車のような状態で弊社の方から販売をしてですね、そのノーマルからこう仕上げていったという車になりますので、まあ素性がはっきりしているという部分でもですね、いいんじゃないかなという感じです。で、前のオーナーさんもですね、顔がはっきりと分かっている方で、お付き合いのある方でもありまして、非常にですね、そんなにこうタバコをカプカ吸って、中をですね汚くするというような感じの方ではなくて、結構神経質な方なので、車の状態としてはですね、そういう方が、まあ、保有していたということもありますので、状態としては、まあ、そんなにこう劣化するような状態ではないかなという感じです。はい、こちら後部座席なんですけれども、後部座席もですね、結構広めに作られております。で、乗った感じですね、まあ低くゆったり中にこう落ち着いて乗るという感じで、まあ、後ろにですね、長時間乗っても全く問題ないような広さを確保しています。ヘッドクリアランスも結構ありますので、身長が180センチぐらいの方がリアに乗っても問題ないかなという感じですね。で、実際に、まあ、この車の乗った感じっていうのがですね、かっちりしてるというよりちょっとゆったりしてる感じなんですよね。ドイツ車だとこうカチッと乗るというイメージなんですけど、この車の場合はですね、結構ワイワイと4人ぐらいにですね、もう大人4人で楽しく乗って、長時間のドライブでも耐えうるような、まあ、そんな車という印象があります。中はですね、3面のフィルムをしてますので、まあ、プライバシーも守れますし、全体的なですね、まあ、冷房効率あるいはまあプライバシーの保護というのもですね、できるようになっております。まあ、全体的な外装ですね、解説をしていきたいと思うんですけれども、黒という色ですとどうしてもですね、手入れがしっかりしていないと、色のくすみとかですね、ハゲとかいうのもすごく目立ってしまうということがあるんですけれども、この車はですね、今現在まあ車を、まあ、一応洗車をして、撮影をしているんですけれども、もうちょっとですね、まあ、ブラッシュアップして綺麗になっていくかなという印象ですね。特にですね、やはりそのあたりを綺麗にですね、仕上げていくことによっても黒はすごく映えますので、まあ、そのあたりは、まあ、よりですね、今のこの状態から、まあ、ブラッシュアップしていくという前提で見ていただきたいと思うんですけれども、どうしてもですね、やっぱ写真なんかではなかなか伝わりにくい部分があるんですよね。
ですからこの動画で、まあ、実際の部分をお話ししていきたいなと思うんですけれども、とこれマイナス点ちょっと1点ですね。ちょっとこういうエクボ傷みたいなものが1箇所あります。まあ、飛び石みたいなものじゃないかなと思うんですけれども、黒だとどうしてもそういうのがですね目立ってしまうんですけれども、ただ、大きなですね傷っていうのは目立つ傷っていうのは今のところありません。まあ、冒頭に説明したですねリップスポイラーのこう割れというのが、1箇所ありますので、この部分のですね修正修理だけをすることによって、あとまあ磨きをかけることによって、まあ、全体的にはかなり綺麗になっていくかなという印象です。はい、それではですね、ちょっと走らせてみたいと思います。はい、中にですね室内にいても最初のエンジン音、充填音というのはですね心地よく伝わってくる感じですね。やっぱ全体的なですねボディはやはり結構、まあ、カタログ値見ると分かるんですけど、なかなかボリューミーな感じですね。まあクラウンぐらいの、一世代前のクラウンぐらいの大きさあるのかなという感じです。で運転自体はですね本当にしやすくて、乗ってる感じで言うとですね肩肘張らずに乗れるという感じがあります。どうしてもですね大きい車だと極端な話だとフェラーリだとですね近くのコンビニエンスストアにちょっと行こうかなとか買い物にちょっと行こうかなっていう時に躊躇してしまうところっていうのがあったりするんですけども、この車の場合はですね、ちょこちょこっとその辺りのですね、来る道を買い物に行ったりとかするというですね、ちょっとした用事でも、乗っていっていいかなというような気軽さというか、そういうのも兼ね備えた車じゃないかなと思っています。で、先ほどもですね、ちょっとお話ししたんですけど、メンテナンスに関してもですね、ほぼ、新興車のような形で最初販売したっていうのもあるんですけど、3年間の、ディーラー保証の中でですね実際に、保証を使って、修理をしたということが、ほとんどこれなかったんじゃないかなと思うんですね。メンテナンス性というのは非常に高くて、今からですね、消耗品なんかもちょこちょこあるんじゃないかっていう声もあるんですけれども、全体的にはですね、ユーザーさんのレビューだとかいうのを見ていた時にも故障についてですねかなり頭に悩ましているっていう話はあまり聞かないので、乗っていただいてですねそんなにリスクのある車ではないかなという感じがしています。で、走行性能なんですけれどもカタログ値を見ていただくと、分かるとは思うんですけれども、ものすごいこうグラマラスなボディの割には意外と普通の走りをするということがあるので、どっちかというとやはりスタイリッシュさとですね、車のフィーリングを重視した、感じにセッティングされているのかなという感じですね。ただ街中や、高速でですね、過不足を感じるということはもうほとんどないのかなという感じがしています。何百馬力出して全然0円走るとか用途が違うと思いますので、そのあたりはですね、この車を買われると、どっちかというとスタイリッシュさとか、今のライフスタイル、あとファッションとか、そういったものにですね、照らし合わせて、買われる方が多いかと思いますので、その部分を押さえていただければいいのかなという感じがしています。はい、いかがだったでしょうか。短い時間でですね、なかなか全体の、魅力とか、なかなか伝えきれない部分もあるんですけれども、総評としてですね、まずこのスタイリングっていうのに、惹かれた方がこの車っていうのはまず目に留まるんじゃないかなと思います。そこからですね、不安面ですね、車自体が実際に、メンテナンスにどのぐらいお金かかるだろうかとか、
どういった状態だろうかっていうそこをクリアしていくことによって、車自体をですね、まあ、最終的に購入を決定するという段取りになっていくかなと思うんですけれども、まあ、この車に関してはですね、まあ、かなり国産に近いような感覚で乗れる印象っていうのがあります。まあ、どうしてもですねイタリア車だったりフランス車だったりっていうのが消耗品がすぐ壊れてしまうとかですねそういった不安っていうのと、まあ、背中合わせの部分っていうのがですね、まあ、経年劣化していく上でですねどうしても確保しなくちゃいけないという部分があるんですけれども、まあ、このクライスラーのダッチアベンジャーっていうのに関してはですねかなりその辺の、メンテナンス面での、不安の払拭っていうのはこうできるんじゃないかなというふうに思っております。あとはですね、全体的に、まあ、どうしても、まあ、全国からの問い合わせやご検討いただいているお客様大変多くいらっしゃいますが、なかなか今のところですねご縁をいただいておりません。実際に見ていただいて、車をですね検討いただくことによって、ご縁をつなげるかなと思っておりますのでぜひですね、皆様からのお問い合わせをお待ちしております。